ゃあ行きますよ。はい、どうぞ。ほら、めっちゃ乗ってる。全然違います、全然違います。スピードの出方が違う。エンジンの調子。いや、いいと思いますよ。お、気温も下がってるし。上げてみますか。あ、いいですか。お願いできますか。ちょっとやってみましょう。行きます。はい。外真っ暗だけど。いつもはこれ何度ぐらいなんです？470度。いつも490度、1回眼下まで上がる。じゃあいつもは490ぐらい。出方もかなり違うって、ね、綺麗になったんでしょうか、ね、いつもやったらもう黙々出てたのが、黙々は出てないけど煙は綺麗になりましたって、うん、言ってたね。でね、なんといってもちょっと音が滑らかなのと、あの回転の上がり方が違う。だから効果的なものっていうのはケーキ見てほしいわけ。そうだね、一番わかりやすいですからね。感じとか雰囲気とか良くなった気がするとか、うん、そういうことじゃなくて、きっちり景気で判断していただければ、うん、はっきりわかるわけでしょ。いや、ちゃいますよ。ちなみに900で10ノート出なかったの。そんな変わるもんだよね。ちゃんと掃除できればね、うん、実際やって良かったっすか。良かったっす、良かったっす、良かったっす。即答っすね。いや、もう元々も期待もしてたけども、いや、思ってた通りに結果が出てくれたし、よかったっすね。あとは個人的には中みたい。ああ、そうだよ ね、 中ね。それはオーバーホール前にやりましょう。やりましょうね、見せて見せて見せて、うん、めちゃくちゃ嬉しいですけど。ありがとうございます。プレザー入ってるんで、あ、車の中、はい、はい、入れといてください。匂い漏れるの、車の中が臭くなるんです。一回走ってきた方がいいですか。そうなんですけど、とりあえずその前にちょっとあのここでカラクチャーしてみたいんです。はい、はい、なんで現状確認ですね、はい、とりあえず今どんな状況か、はい、だからカーボンプレート出てくるんだったら、こっちが激しく出てくるから、そこはちょっと見たい。
当たった。あいた。あいた。子供だ。いいってごっつやって。毎日。毎日どっかにご飯行ってる。船は慣れんと全部高さちゃうんで。毎日違う船だ。毎日違う船ですからね。機関も入ってこんって、ね。小さい船から大きい船から。そうだし入ってこんって。普段お客さんにお任せしてる部分ですね。前に上がっていてくださいよ、早くしておいてくださいよって言われると思ったんで、昨日ちょっとだけ撮ってはいたんですけど、ありがとうございます。どうしましょう。とりあえず走ってみてもらって、ハンドル上げますか。そうですね。どれぐらい、マックス見ときましょうか。いきなり全速いきます。徐々にでいいですよ。編集で本当寝てない。睡眠不足は酔いますよ。しかもちょっとだけ今から風出るし、
も船帰ったらぜひやってみよう。買うんかいって話。買いなさい。